どうもしほです。今回はゲーム実況用のパソコンの選び方について4つのポイントを解説します。これからゲーム実況を始めたいのであれば、ゲーム映像の録画や配信、動画編集などを行う必要があるので、高性能なパソコンがどうしても必要になってきます。ただ、PC の知識が少ない初心者の人からすると、どのようなパソコンを選べばいいのかわからないと悩む人も多いです。そこで今回は自分の実際の経験をもとにゲーム実況用のパソコンの選び方を解説するので初心者の方は PC を購入する時の参考にしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので説明欄の各情報もチェックしてみてください。それでは早速ゲーム実況用のパソコンの選び方を解説していきますが、選ぶ時のポイントとしてはゲーミング PC を買う、 BTO メーカーから買う、できるだけデスクトップ PC を買う、ゲーム実況に必要なスペック以上の PC を買うという4つのポイントがあります。それぞれに細かい注意点があるのでしっかりと内容を確認するようにしてください。まず最初のポイントとしてはゲーミング PC を買うということです。家電量販店などで販売されているような家庭用 PC ではゲーム実況を行うのは難しいので注意してください。先に家庭用 PC とゲーミング PC の違いについて解説すると、一番大きく違う部分としてはゲーミング PC には GPU と呼ばれる高性能なグラフィックボードが個別で搭載されている部分ですね。この GPU が個別に搭載されていると映像や画像の処理を高速で行うことができるので、PC ゲームをプレイする場合に高画質でプレイできたり、高フレームレートのヌルヌルとした映像を見ながらプレイできるようになります。さらに録画や配信を行ったり動画編集時の処理を行う時にも GPU を活用するので、 PC ゲームをプレイしなかったとしてもゲーム実況を行いたいのであれば、高性能な GPU が個別に搭載されたゲーミング PC を購入するのがおすすめです。またゲーミング PC は一般的な家庭用 PC と比べると CPU やメモリ、冷却システムなどの各性能も高くなっています。実際に PC ゲームをプレイしたり録画や配信、動画編集を行うのであれば、家庭用 PC のスペックでは無理があるので、ゲーム実況を行いたいのであれば必ずゲーミング PC として販売されているものの中から選ぶようにしましょう。次に2つ目のポイントとしては BTO メーカーから買うということです。自分で部品を購入して自作したり、ヤフオクやメルカリなどから中古で購入する方法もありますが、初心者ならば絶対に BTO メーカーから買うようにしてください。 BTO メーカーについて簡単に解説すると、お客さんからの注文を受けた後に注文内容に応じてカスタマイズされたパソコンを製造販売する企業のことを言います。この方法はいわゆる受注生産と言いますが、受注生産は英語で Build to Order と呼ばれるので、その略語が使われて BTO メーカーと呼ばれているんですよね。この BTO メーカーでゲーミング PC を購入する場合、一部のパーツを自分好みにカスタマイズできるので、実際に PC を使ってやりたいことや予算に合わせて構成を変更可能です。さらに部品の在庫があれば数日以内に組み立てを行った状態で自宅まで送ってくれますし、初期設定を行えばすぐに PC として使える状態になっているので、とにかく初心者でも安心です。ちなみに PC の知識があるのであれば自分で部品を購入して自作する方法もあったりしますが、 CPU や GPU、メモリ、電源、SSD、ケース、マザーボードというように、とにかく必要な部品がたくさんあります。それを自分一人で考えながらどの部品にするのか選んだ後にパーツを買い揃え組み立てなければならないので、自作だとかなりの手間と時間がかかるんですよね。 BTO メーカーから購入するよりも価格を抑えられるというメリットもありますが、実際に組み立てても電源がつかないといったトラブルが起きる場合がありますし、もしもの時のサポートや保証も何もありません。実際に自分は部品を買い揃えたり組み立てたりする時間がもったいなくて面倒ということと、もしもの時のサポートや保証を受けられないという点から、自作ではなく BTO メーカーからゲーミング PC を購入しています。 PC についてよくわからない初心者ですという人なのであれば、必ず BTO メーカーからゲーミング PC を購入してください。あとヤフオクやメルカリを見てみると中古のゲーミング PC が出品されている場合があります。PC に関する知識がある人ならば、出品されているものがどういったものなのか判断できるので用途に応じて購入できますが、 PC に関する知識が少ない初心者なのであれば、ヤフオクやメルカリで中古のゲーミング PC を購入するのはお勧めしません。
実際にヤフオクやメルカリで中古のゲーミング PC を見てみると値段が安いものが多いので気になってしまうのもわかりますが、中古ということで PC の各部品が経年劣化していますし、ネット上でのやり取りになるのでどれくらいのダメージがあるのかや詳細な PC の情報も判別しにくくなっています。また録画や配信、動画編集といった作業は PC に大きな負荷がかかるので、中古のゲーミング PC だと故障リスクが高く、故障に対してのサポートや保証も何もないのでお勧めできません。初心者は必ず BTO メーカーからゲーミング PC を購入してください。次に3つ目のポイントとしては、できるだけデスクトップ PC を買うということです。先ほども言いましたが、ゲーム実況をするために録画や配信、動画編集といった作業を行う場合、 PC に大きな負荷がかかるようになっています。この時に大量の電力を消費するので発熱しやすいのですが、ノート PC だと冷却性能が低いので、長時間の録画や配信、動画編集や PC ゲームのプレイを行った場合に熱暴走を起こしてしまう可能性があるんですよね。熱暴走を起こしてしまうと PC の処理速度が遅くなるので、録画や配信時の映像や音声に異常が出たり、動画編集時や PC ゲームをプレイするのであれば動作が重くなるなどの症状が出てしまいます。また PC がクラッシュしたりフリーズするなどの不具合も発生する可能性があるので、ゲーム実況を行いたいのであれば冷却性能が高いデスクトップ PC を選ぶのがおすすめです。ちなみにデスクトップ PC の中にも様々な種類が存在していて、ケースの大きさによってフルタワー、ミドルタワー、ミニタワー、スリム、キューブというように大きく分けて5種類存在しています。各ケースごとの細かいサイズについてですが、様々な BTO メーカーでの基準を照らし合わせるとおおむねこのような範囲になります。ゲーム実況をやりたいのであれば、ミドルタワーのゲーミング PC を購入しておけば冷却性能も高くできますし、パーツを増設したり交換する場合も楽なのでおすすめです。どうしても設置場所を取れないのであれば、1つ下のミニタワーを選択してもらって OK ですが、ミドルタワーと比べると内部が狭いので冷却性能や拡張性がどうしても下がってしまいます。ただ PC ゲームはプレイしないとか、PC ゲームはプレイさえできれば OK で録画や配信は行わないとか、 PS4 や PS5、スイッチ、Xbox、スマホなどの外部機器の映像の録画や配信をやりたい、後からパーツを追加するなどの拡張を行わないというのであれば、ミニタワーでも問題ないので覚えておいてください。ちなみにスリムはあまりにも小さすぎるので、ゲーム実況用の PC としてはおすすめできませんし、キューブに関しても物によってはサイズが小さい場合があるので、購入前に必ずサイズを確認するようにしましょう。ちなみにデスクトップ PC はノート PC のように持ち運びができなかったり、モニターを別で購入しないといけないデメリットがあるので、それが嫌なのであればノート PC を購入してもらっても OK です。ただ冷却性能がかなり下がってしまうので、録画や配信、動画編集といった負荷がかかりやすい処理を行うときに熱暴走の不安があります。ノート PC を使用する部屋の室温や空気の流れを確保して適切な環境で使用したり、ノート PC 用の冷却パッドなどが販売されているので、実際に冷却性能を高めながらゲーム実況を行うようにしてください。説明欄に製品リンクを記載しておくので、気になる人は要チェックです。次に最後の4つ目のポイントとしては、ゲーム実況に必要なスペック以上の PC を買うということです。録画や配信、動画編集をするのであれば、 CPU、GPU、メモリの3つのスペックが非常に重要になってきます。この3つのスペックが低いと、録画や配信の映像や音声に乱れが出たり、録画や配信をしながら PC ゲームをプレイする時の動作が重くなったり、動画編集がサクサクと進まなかったりするので、一定のスペック以上の PC を購入する必要があるんですよね。実際に何のゲーム機の映像をどれくらいの解像度で録画や配信をしたいかで必要なスペックが変わってくるのですが、PS4 や PS5、スイッチ、Xbox、スマホといった外部機器の映像を 1080p、60fps の解像度で録画や配信したり、動画編集をしたい場合は、CPU は最低でも Intel Core i5、もしくは Core i7 以上で、6 Core 6 Thread 以上のものを準備してください。ちなみに Intel から販売されている CPU 以外にも、AMD から販売されている Ryzen という CPU がありますが、こちらは初心者にはお勧めしていないので注意しましょう。次に GPU についてですが、最低でもキャプチャーボードの動作環境以上で、できれば NVIDIA GeForce GTX 1650以上が搭載された PC がおすすめです。
ちなみに NVIDIA から販売されている GPU 以外にも AMD から販売されている Radeon や Intel から販売されている Arc という GPU、CPU に内蔵されている GPU があったりしますが、これらの GPU は初心者にはお勧めしていないので注意しましょう。あと予算があるのであれば、NVIDIA の RTX 2000番台以上の GPU が搭載された PC を購入すると、録画や配信を行える OBS Studio というキャプチャーソフトで、よりクオリティの高い設定が行えるので参考にしてみてください。次にメモリについてですが、最低でも 16GB 以上が推奨です。もしも 4K 映像を編集したいのであれば、32GB のメモリにするのがおすすめですね。ただこれはあくまで目安のスペックとなっています。ギリギリのスペックの PC を使用すると、状況によってはうまく録画や配信、動画編集ができない場合もあるので、スペック的に余裕を持った PC を準備するようにしてください。あと、なぜこのようなスペックが必要なのか、詳しく解説するとものすごく長くなってしまうので、詳しい情報を解説した動画を投稿しています。説明欄に動画リンクを記載しておくので、なぜこのスペックを目安としているのか気になる人はチェックしてみてください。次に PC ゲームの映像を 1080p60fps の解像度で録画や配信したり動画編集をしたい場合は、 CPU は最低でも Intel Core i5 もしくは Core i7 以上で6か6セット以上のもの、もしくは PC ゲームの推奨動作環境以上のものを準備してください。ちなみに AMD から販売されている Ryzen という CPU はこちらでも初心者にはお勧めしていないので注意しましょう。次に GPU についてですが、最低でも NVIDIA GeForce GTX1650 以上、もしくは PC ゲームの推奨動作環境以上のものが搭載された PC がおすすめです。ちなみに AMD から販売されている Radeon や Intel から販売されている Arc という GPU、CPU に内蔵されている GPU はこちらでも初心者にはおすすめしていないので注意しましょう。あと予算があるのであれば、 NVIDIA の RTX 2000番台以上の GPU が搭載された PC を購入すると、録画や配信を行える OBS Studio というキャプチャーソフトでよりクオリティの高い設定が行えるので参考にしてみてください。次にメモリについてですが、最低でも 16GB 以上、もしくは PC ゲームの推奨動作環境以上のものを準備してください。もしも 4K 映像を編集したいのであれば、 32GB のメモリにするのがおすすめですね。ただこれはあくまで目安のスペックとなっています。ギリギリのスペックの PC を使用すると、状況によってはうまく録画や配信、動画編集ができない場合もあるので、スペック的に余裕を持った PC を準備するようにしてください。あとなぜこのようなスペックが必要なのか、詳しく解説するとものすごく長くなってしまうので、詳しい情報を解説した動画を投稿しています。説明欄に動画リンクを記載しておくので、なぜこのスペックを目安としているのか気になる人はチェックしてみてください。もう一度目安のスペック情報を表示させておくと、このようになっています。まあ BTO メーカーから最近発売されているゲーミング PC を購入しておけば、よっぽどこのスペックを下回る PC を購入してしまうことは少ないかと思います。ちなみに PC ゲームをプレイしたいのであれば、画質やフレームレートを上げた状態でプレイしたい人も多いと思います。しかしどの CPU と GPU の組み合わせならば、どれくらいの画質やフレームレートを出せるという情報を解説すると長くなりますし、時期によっては新しい CPU や GPU が発売されて、その情報も変化してしまうので、ここでは解説を行いません。これに関しては自分が求める性能を出せる CPU や GPU を各自で調べるようにしてください。ただ一つだけアドバイスしておくと、録画や配信を行う場合は PC にかなりの負荷がかかりますが、録画や配信中に CPU 使用率や GPU 使用率が約 70% 以上になってしまうと、処理が遅れて録画した動画や配信の映像が乱れたり、音声に異常が出てしまいます。搭載している CPU や GPU の性能によっては 70% 以上の使用率になっても問題ない場合もありますが、先ほど紹介した目安のスペックの PC だと、録画や配信中に約 70% 以上の使用率になると異常が出ると言っていいです。画質やフレームレートの情報は CPU 使用率や GPU 使用率が 100% に近いフル稼働の状態で計測されているので、録画や配信をしながら自分が求めている性能を出したいのであれば、その1ランク2ランク上の CPU や GPU が搭載された PC を購入してください。あとゲーム実況において特別重要なスペックではありませんが、データを保存できるストレージについて迷う人が多いので解説しておきます。PC には SSD と HDD と呼ばれる2つのストレージを搭載できるようになっているのですが、簡単に違いを説明すると、
SSD は価格は高いですが、読み込み速度が速いので、ゲーム実況で使用するソフトや PC ゲームなどを SSD に保存しておくと、読み込みが速くなるので非常に便利という特徴があります。次に HDD についてですが、価格は安いですが読み込み速度が遅いので、動画や画像といった頻繁に使わないけど容量が大きいデータを保存するのに便利という特徴がありますね。BTO メーカーから販売されているゲーミング PC の中には SSD だけが搭載されて販売されているものもあったりします。ただゲーム実況を行うのであれば、様々なソフトを PC にインストールしますし、撮影した動画を保存して動画編集も行うので、 SSD と HDD が両方とも搭載された PC を購入するのがおすすめです。必要な容量としては、 SSD は最低でも 500GB 以上搭載された PC を準備してください。もしも複数の PC ゲームをプレイしたいと考えているのであれば、 1TB 以上あると容量的に安心です。 HDD に関しては、録画や動画編集をしないのであれば、 HDD がなくても SSD だけで足りる場合もあります。実際に容量が足りないなと思ったら、 USB 接続できる外付け HDD が販売されているので、それを購入すれば対処も可能です。気になる人は説明欄に製品リンクを記載しておくので、チェックしてみてください。もしも録画や動画編集をするのであれば、 HDD は 1TB 以上あると、撮影した動画や編集して出力した動画を大量に保存できる容量があるので、参考にしてみてください。これ以外にも PC には電源やマザーボードなどの様々なパーツがありますが、初心者の人が BTO メーカーからゲーミング PC を購入するのであれば、そこまで気にしないで OK です。ちゃんと動作確認を行ってから出荷してくれるので、マザーボードとの相性が悪くてうまく動作しないということはないですし、電源に関しても最初から余裕のある電源が選ばれているので問題ありません。よっぽど気になるのであれば、自分で PC の各パーツについて調べて勉強したり、 BTO メーカーのサポートなどを活用して選ぶようにしてください。ゲーム実況用のパソコンの選び方を4つ解説してきましたが、実際に BTO メーカーからゲーミング PC を購入しようと思って調べてみると、たくさんの BTO メーカーが出てくるので、どこで購入したらいいのかわからないと悩む人も多いです。実際に自分もゲーミング PC を持っているので、同じように悩んだ経験があるのですが、自分はドスパラから販売されているガレリアというゲーミング PC を購入して使用しているので、個人的にはドスパラという BTO メーカーをおすすめさせてもらいます。ドスパラから販売されているガレリアというゲーミング PC はケースのデザインが非常におしゃれでかっこいいですし、ケースの上の方に電源ボタンや USB 端子などが集まっているので、使い勝手も非常にいいです。さらに実際の販売サイトも見やすく作成されていますし、購入前、購入後のサポートなども充実しているので、初めて購入するのであればドスパラから購入するのをお勧めします。この他の BTO メーカーとしては、マウスコンピューターやパソコン工房といったところがありますし、少し調べればもっとたくさんの BTO メーカーを見つけられますが、自分はドスパラ以外で購入したことがないので、他との違いがよくわかりません。というか、ドスパラの販売ページが一番見やすいと感じましたし、ケースのデザインが自分の好みにドンピシャだったので、他のところは全く興味がなかったんですよね。なので各 BTO メーカーの違いについて気になる人は、他の人の動画やブログ記事を調べると BTO メーカーを比較した情報を確認できるので、自分で検索して調べてみてください。ちなみに Windows 11のゲーミング PC を購入したのであれば、初期設定方法とおすすめ設定を14個解説した動画も作成しています。説明欄に動画リンクを記載しておくので、実際に購入した場合はこの動画を参考にしながら設定してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、録画や配信に使用する機材の情報や配信クオリティを向上できるツールの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。